生のグレープフルーツがそのままフレッシュなジュースに。イエスものづくり、今回ご紹介するのは諏訪のものづくり企業ヤマトを中心に地元企業や大学が共同開発したグレープフルーツ絞り機、その名もカジュッタです。おいしい、果肉が残っていてとっても甘いです。ポイントはチタン合金の3枚の刃、楕円状に広がり果肉を砕いて1分ぐらいでジュースにします。この果実の形状そのまま生かした飲み方というかスタイル、これが一番だと思います。果肉が空気に触れる面積が極力抑えられるので、本当にフレッシュで甘さが際立ったジュースが絞れるということですね。開発の中心になったのは諏訪市のヤマト。本業は金属やプラスチックの精密加工です。南国のヤシの実ジュースのように、このようにストローをそのまま刺して飲んでいただけるようなワクワクするような果汁絞り機を作りたいなと思いまして作りました。開発のきっかけは3年前、居酒屋でチューハイ用のグレープフルーツを絞る姿を見て思いつき、諏訪商工会議所や地元の大学を巻き込んで開発チームを結成しました。このカジュッタですけれども、一社ではとてもできなかったと思います。共同で諏訪地域の皆さん の関係があって、この商品が生まれたなというふうに思います。ちなみにこの名前、果汁を絞ったでカジュッタ、価格は35万円ほどで、カフェやバーなど飲食店から問い合わせが多いとか。夢は世界にやはり向けていきたいなというふうに大きく思っておりますけれども、はい。